レイモンド・ウォンは、香港の映画プロデューサー、脚本家、俳優である。現、アマネバエシ文化空港有限講師会長。制作した作品は200本を超え、出演した作品は40に上る。アマチュア劇団で、脚本、演出、俳優として活動していたが、やがて、テレビドラマの脚本を任されるようになり、その後脚本家として映画界に入る。 1980年にカール・マッカ、ディーン・セキト3人で、後に、圧巻探偵や、男たちの番カ、友は、風の彼方に、など、大ヒット作を世に送り込んだ、映画会社シネマシティを設立した。そこでウォンは、脚本家、プロデューサーとして活動。初期シナリオの多くを書き、盗作者、何必ずありが杉ゆく時の中で、の3本は、香港伝英金蔵。 スすムの主演団優勝を受賞。同時に、自身で、プロデュース脚本主演を務め、後に、シリーズとなった、ハッピーキョンシー、女子高生てんこ盛りを制作するなど、俳優としても活動した。1991年、シネマシティの会社解散後は自ら東方電営、起こり交友原稿誌を創立。レスリーちゃん、チャウシンチー。 マギーちゃん、サンドラン共演の画祭編、ハッピーブラザーが大ヒット、デズリーちゃん主演作、恋は、マジック、金玉マンドー、決戦。炎の料理人、夜半歌声、会いたくて、会えなくて、や、ドニー・イエン主演、勝ち込み。ドラゴンタイガーゲート、ウィルソン・イップ監督のイップマンシリーズの制作プロデューサー、セブン・ソード、同化戦フラッシュポイントの制作指揮などを務め、 2008年のイップマンジ賞では第28回香港電影金像を進むにおいて最優秀作品賞を受賞した。その直後より東方電影の持ち株を売却、役職を退き、2010年には脚本家であり、息子のエドモンド・ウォンと共に天馬電影有限講師を立ち上げた。シネマ式時代から亀尾出演や主演に、 多くの人気スターを排した画災編を撮り続けており、が、編プロデューサー、が、編俳優のイメージも持つが、それも2016年には92年のヒット作、ハッピーブラザーのリマスターロングバージョンをリバイバル上映することで途絶えた。シネマ式東宝電営天馬電営。ありがとうございます。